浜松市博物館が貴重な収蔵品を紛失したことを組織的に隠蔽していたことが明らかになりました。懲戒処分が検討されています。所在不明になっているのは浜松城二の丸絵図という収蔵品で、購入時の価格は206万円だった重要な資料です。市は去年11月、他の資料5点とともに所在不明になっていると発表していましたが、今日開いた会見で浜松城二の丸絵図の紛失の事実を一度は組織的に隠蔽していたことを明らかにしました。この資料は2011年までに紛失していましたが、2018年に行われた収蔵品の定期検査の際、全く違う資料を別の部署の検査担当者に示し、きちんと保管されているかのように装いました。当時の資料の担当者のほか、その上司と館長まで隠蔽を認識していたということですが、誰が隠蔽を主導したのかは分かっていません。また2018年以前の検査にもごまかしがあった可能性も残しています。浜松市は懲戒処分を検討していますが、資料紛失の調査はこれで打ち切る方針で、隠蔽に関する確認は中途半端な幕引きになる恐れがあります。